松永久秀剣山。天下無双の大悪党とご記憶いただこうかな。この鈴虫は去年の冬を越えておる。鈴虫でも大事にこうてやればかように長生きできるのよ。愛？愛欲のことか？買いかぶるな。我が輩は変態だが、鈴虫に愛欲を抱くほどの大変態ではないぞ。人もこの鈴虫と同じ人間50年など嘘っぱちよ。人間はその3倍は生きられるようできておる。それを戦で死に飛び込み、不摂生で体を壊し、気遣いで心を病み、無駄に命を縮めておる。怖い。ああつまらん、実につまらん。ものが運命も管理できぬグズばかり、グズばかり。どうだ、我が輩と共に生命の神秘について、または運命の秘密について追求せぬか。ありがとうございました。仲間を援護する。いけるな。制圧を抜くか。さて、うまい手はないかな。
戦場の掟だ。敵は倒す。これが戦場の掟だ。弱そうな敵だな。さて、お前の出番は下がって。見た目で判断すると痛い目に遭いますよ。あなたは大事な人だ。前線は俺に渡せば。この後に及んで援軍か。目障りなのだ。早々にお引き取り願う。弱い者は消える。戦場の掟だ。よろしく。非常に勝負いたせ。何の道を志すのかな。この道、お主の新たな人生の始まり。しかとその心。
おう、お前さんか。ここはわしの故郷じゃ。今でこそわしは将として働いとるが、昔は貧乏でのう、体も小さかったもんでよういじめられてな。特に仁王っちゅうガキ大将にはボコボコにされたわ。で、今日はその意趣返しに来たんじゃ。悪いが仁王を探してくれ。ボコボコにしちゃるわ。覚えとるか、秀吉じゃ。昔はケチョンケチョンにしてくれたの。おお、お前にいじめられたおかげでわしゃいろんなもんを得た。これは少ないが取っておいてくれ。だから、なんであそこでてめえだけ突出すんだよ。危険だし、味方も不利だ。てめえだけ目立とうってのか。うるさいうるさい。この剣だよ。てめえなんかね、もののふの心ってのがわかんねえんだよ。その点、刑事殿との戦はいいぜ。あの人はわかってる。押し引きも知ってるから、突出とかバカは言わねえし。平次殿となら乗れるけど、てめえじゃダメなんだよ。上の言うことばっか気にして、もののふじゃねえよお前。お前か、昼間は悪かったな。すまない、変なとこ見せちまった上に無視しちまってよ。あの野郎の言う通り、俺なんて大したやつじゃねえ。大口叩くにはいくら努力しても足りねえんだ。いつかおじきや刑事みたいなもののふになって、正しいこと言ったら皆がついてくるようにならねえとな。今回は追撃が任務だ。用意されちゃいましたか。挽回しましょう。Yeah!
変えてくれん。長生きしろよ。
もうそれ聞かはったら、うちあなた様を連れていいなんなりませんよ。己の心と書いて忌まわしい。そんな忌まわしいもんに従って落ちてゆくんも楽しおす。うちは魂を送ってたんです。舞ももののふの生き様を演じるんもその過程どす。言うたらアンさんがもののふの生き様を書に集めてはるんと似たところがおすわな。せやよってしばらくはこのまんま一緒にいましょ。お互いのお仕事のお手伝いっちゅうことで、それが済んだらお言葉に甘えてどこへなとうちの好きなとこへ連れていにますよ。力を貸してやる。敵の攻撃に備え防衛に当たる。狙いがいい。仲間を援護する。いけるな。ごめんなさい、奪うのがお仕事なんです。撃ち取ったり。面目次第もございません。
は倒す。これが戦場の掟だ。狙いがいい。敵は倒す。これが戦場の掟だ。敵将撃ち取ったり。敵将撃ち取ったり。ありがとうよ。マジ助かったぜ。敵は倒す。これが戦場の掟だ。やあ、返して。胸がキュンとします。撃ち取ったり。そのまま帰る気？ほんと世話の焼ける子。ほら、いざ小僧がすりむけてるよ。動いちゃダメ。もうちょっとの辛抱だからね。はい、強い強い。こうしてこうして
それでよし。よく頑張ったよ。いい子だね。ネネ特製の忍者薬を塗っといたからね。 2,3 日はズキズキうずくけどすぐによくなるよ。突破口を開く。できるな。厳しい状況だ。敵は倒す。これが戦場の掟だ。弱い者は消える。戦場の掟だ。助太刀感謝いたす。倒す。これが戦場の掟だ。敵は倒す。これが戦場の掟だ。
体力勝負に出ねばならんとはな。
が力が必要であろう。力を貸そうぞ。